Hi everybody, how are you doing? How do you study English? Are you interested in how to speak English well? Or would you like to watch American TV show, American movies without the Japanese subtitles? If you like to both of them, I would recommend you to do shadowing. I think shadowing make you improve hearing ability, also how to speak English well. I think it's a practice how to do it. So if you're interested in both of them, or you like to speak English well, I'll show you what I did. Because I can speak English like this, I have already an English brain, that's why I can speak, I can explain how to speak English well like this. So if you are interested in how to do it, I'm really glad to show you. So let's get started. Like this, I'll do a shadowing. Yeah, you know what I have to do. There's too many. Graduated, reached, here is the best. Wait, he's wearing it up better than better. Never mind, here's it. Go with it. This is it. Oh. Oh, she's trying to say something. She's final words. Lactating. We want credit to him. We will celebrate his life. We will find a secret out, find a secret from the ever too deep. Now, Steve, we love you so much. And the other view, which I have much not to detect any longer. But we have to create all the photons of my magic to all of you. I miss you all the soon. Oh, thank you, Steve. Thank you. Hi, shadowing ですね。おすすめなのはシャドウイングです。いつもね、ぼーっとして終わると英語のから日本語のに切り替えるって意外に大変なんですよね。いつも英語のを持ち始めると、なんて言うんだっけなは絶対考えますね。 For example, if I tell you about how to speak English well like this、ね、やっぱちょっと考えてしまいますけど、やっぱりまだまだ私も英語のができてて、ね、大きくは膨らんでないんで、時間が必要だと思っています。たくさんの、ね、単語とフレーズを脳の中に入れる。ただ私が今説明しているのはシャドーイングで英語脳の元を作ろうってことですね。でまたそれを継続していれば英語脳がどんどん膨れ上がってきます、ね、で英語脳だって作るのかって言ったらシャドーイングがおすすめっていうことだけなんですね。でみんなシャドーイング難しいよって皆さんおっしゃいますけど、僕分かったんですけど、英語の発音がちゃんとできればあとスピード慣れするだけなんで、練習だけなんですよ。でもう英語のちゃんと発音に自信がやっぱ持てないんですよね。 100% ネイティブスピーカーと全く同じかったらちょっと難しいですけど、でも8割方同じような発音だったら言ってることほとんど分かってきますから、ね、で向こうも簡単に言うと僕らはネイティブスピーカーじゃないんでそんなに 100% もないですね。コミュニケーションツールとして使うんで、もしか分からなくてもこういう言い方ああいう言い方で他の言い回しで通じますから。ですけどやっぱり何にも喋れない人と喋るってすごい疲れるんですよ。ある程度分かった人で単語知らない人だけだったら OK なんで、まあ、そこまではみんな行ってくださいという、まあ、僕もそうなんですけど行きたいなと思いますよね。でじゃ あ, まあどうするのかっていつも言いますけども、自分の心の音を作るために、強い息の出し方を自分で体を変えてください。肋骨の筋肉、横隔膜の筋肉ね、整体に行ってもらって肋骨の筋肉、横隔膜の筋肉を緩めてもらって、その後腹横筋っていう筋肉を鍛えると、強い息が出ます。ね、でなんで強い息の出し方が必要なのかって言ったら、英語の子音って自分がハーッと息を出す時に、下ベロとか口の中でこうドームを作ったり唇をすぼめたりして出る、ね、出る音を邪魔した時に出る音が英語の子音の音なんですね。ですのでその邪魔されないような強い息の出し方が必要なんですよ。これはもう、自分で改造して作るしかありません、ね、でその後シャドーイングはスピードが速いですから 0.5 のスピード、1のスピード、スピード 0.5 のスピード、 0.75 のスピード、1のスピードですね。でそれでスピード慣れする、あとイントネーションが手に入ります。でそれを繰り返すことで、その繰り返す時に今自分が聞いた、ね、英語のフレーズは英語のはどういう語順になっているのか、ね、これが英語のをまず作るポイントなんですけど、英語のって主語動詞目的語があったらこういう順番なんだよね。でそれに単語がどうなっているのか、でそれで意味としては日本語でどういうのなのかっていうのを知ることが大切です。じゃないと英語のに作るときに、
なかなかね、インプットされても残って、日本語で理解してないと残っていきませんので注意してください。ね。で、今言ったことをね、繰り返していただければ、ちゃんと英語が話せると思っています。ね。そういう、毎日やるっていうことが、これをね、どん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 繰り返すことで、結局英語が、なんていうんですかね、定着してくれると思っていますから、どなたもね、今言った手順を間違えないでやってもらうことによって、ちゃんと英語が話せると思っています。ね。頑張ってみてくださいね。それでは。